ペンブローク P66 ペンブロークペンブロークは英国のパーシバル社が製造した高翼創発の小型輸送機である。ペンブロークはパーシバルプリンス民間貨物機から開発された。より大きな最大積載量を得るために主翼を延長していた。試作機は1952年11月22日に初飛行し、生産は1958年初めに終了した。 ペンブロークは1953年に英国空軍にアブロ・アンソンの代替の経営装機、パーシバル・ペンブローク C1 として導入された。他の英国空軍の輸送機と同様に安全性確保のために乗客の座席は後ろ向きに設置されていた。6機が写真偵察機のペンブローク C1 として製造され、これらはマレー機器の機関に第81飛行隊により運用された。 英国空軍のペンブロークは1970年に延命のための改装を受けた。ペンブロークを運用した最後の部隊は、西ドイツのウィルデンラス基地に駐留する第60飛行隊で、これらの機体は1988年に引退し、ホーカーシドレーオーバーに更新された。ドイツ海軍で使用された P-66 ペンブローク C54 サンメンズ、ギャトウィックミュージアム、 ペンブロークページアーカイブド2007年10月28日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。